スですよ。もうさ、セミがめっちゃ鳴いててさ、もうテンションが上がる上がる。もうあかりさ、セミが超好きなの。だから夏が好きなんだけど、夏ってさ2ヶ月ぐらいで終わるから、すごいなんか切ないよね。というわけでですね、今日は、まあ、その短い夏でも、もう思う存分楽しめるように夏服のコーディネートをしちゃいます。あかりがみんなに着てほしい服をコーディネートしてちょっと提案するってことだね。オッケー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 。じゃあみんな、あかりがコーディネートしたのを参考にぜひぜひ楽しんでもらえたらと思います。ぜひそのコーディネートをやってみてください。それでは早速やってみましょう。はい、というわけでですね、今日は、安くておしゃれな GU さんで、予算は1万円以内でですね、コーディネートしたいと思います。この男女はカップル設定でいこうかな。うん、カップル設定でなんか歩いてていい感じなイケてるカップルを作りたいと思います。なので皆さんもそれを参考にしてください。敏感だと思うけど、赤い結構変な服が好きだから、いいんじゃねえよ。まずトップスから見ようかな。わ、いっぱいあるね、GU。ね、まあこれは自然に受けそうなやつだよね。え、でも赤いはそういうのはしません。ね、20っぽい。え、これかわいいじゃん。しかも安っ、990円だよ。やばくない？このさ、セットアップがいいよね。あかりは黄色が好きなんだけど、このメンズはね、こっちのグレーのが好きだと思うんだ。え、これめっちゃ可愛いじゃん。パンツとスカートだったらどっちの方が好き？あ、やっぱスカートが好きか。みんなミニがあるよ、ミニ。ミニスカート。あ、これちょっと大人っぽいね。はいはいはい。じゃこれもいいね、清楚ね。あー、これすごい派手だよね。あの皆川美香さんらのコラボだった気がする。これロングも可愛いけど、やっぱちょっとミニで攻めようかな。ニットエッチだよね。サマーニットはエッチだよ。あ、じゃあ下から決めていこうかな。今から決めるよ。今までのは、え、なんか序章。あ、じゃあこのピンクのサンダルをベースに、とりあえずこれをカートに入れます。あーっと、悩ましい。これとピンクのサンダルも絶対合うけど、ちょっと秋っぽくもなるな。あ、ノースリーブいいね。きたきたきた。あ、いいよ、かわいいじゃん。これぐらいがいい。あ、これかわいいじゃん。普通にかわいい。は？餃子じゃねえよ、このビラビラ。ビラビラかわいいだろ。これの白。あ、おー、いいな。ゴールドはね、いいよ。これにしよう。え、おーと、安っ、すごいね。だって、え、靴まであるんだよ。それでは、続いてはメンズ、行ってみましょう。そうだな、わー、悩むよ。じゃ、メンズとか全然難しい。めっちゃ難しい。おしゃれー、上級者すぎて。かわいい。いや、まあ、あくまでね、これ、みんなあれだから、あかりの好みだから。ごめんね、ごめんね。あの、どれもかわいいんだよ、自由さん、ほんと。これ、デートにね、バッて来てほしいもんね。なんか、めっちゃさ、楽しみに来てくれた感じじゃん。あかりみたいな。おはようみたいな。いいよ、たくましい。いや、筋肉はね、いいよ。いや、筋肉はね、裏切らない。で、じゃ次、ボトムスいきましょう。なんか、ちょっとスタイルよく見えそうだね。うわー、そうだな、足元はスマートの方が好きかも、結構。でも可愛い可愛い、好き好き。シェフパン。へー、デニムより、一番好きだったのはあの、ジャガーパンツってやつが好きかも。むずっ、全然むずっ。ちょっと待って、トップス行くわ。攻めた格好だね、お兄さん。このベレー帽はだいぶ上級者だよね。かわいいじゃん、この色いいよ。だから、うわ、いろいろあったんだな。
大大さ、あかり最近好きになったの。でもなかなかやっぱちょっと難しいよね。上級者だよね。コットンクルーネックかな。590円。やっぱあった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 。あ、いいんじゃない。うん、やばいね。じゃあこれちょっと1枚買っときましょう。決まんないんだけど。スキニーにするか。スーパーストレッチスキニー、いいんじゃない。お兄さんいいよ。ちょ待って、パンツこれこの色にするわ。いいね。いや、やっぱいいよ。やっぱデートに行くにはさ、やっぱ戦いだからさ、出陣よ。そのためにいかに体を絞るかだと思うんだよな。心も体も。ちょっとこれ一個入れとくわ。よし。で一応小物一個だけ見させて。もう決まるから。ちょっと最後のさっき消したシューズやっぱ買う。これにしよう。よしよしよし、決まったか。できました。全部で男女共にのコーデで、なんとお値段13,700円。安い。すごい、できた。ちょっとなんか頭の中で想像してるから、本当にこれいけてるかよくわかんないけど、いけてるでしょ。お願いします。はい、というわけでコーディネートができました。みんな、あかりと買い物行ってくれない、絶対。だから自分のを決めるときはすごいこだわっちゃうんだけど、いや、人のを見るときもこだわるよ。ここまでなんか本当になんか細かくないから、楽しいからぜひ一緒に買い物行ってください。というわけで、あかりが考えたコーディネートはこちら。どう、はい、女子はこんな感じ、男子はこんな感じ。いけてるかな。この二人がいい感じなデートできることを願っております。というわけで、皆さん、あかりが好きなコーデはこんな感じなので、ぜひあかり好きのコーディネートをして夏を楽しんでください。よろしくね。バイバーイ。